銀の盾を譲渡した YouTuber が謝罪。 K 島育ちという方がですね、まあとあるルール違反を犯したのではないかと指摘をされていました。でですね、まあその内容がですね、銀の盾を譲渡、この方ですね、まあ島育ちということで、まあ日本のですね、まあヘッダーにもある通り、まあ佐渡島出身の YouTuber であると。でですね、まあ佐渡島ネタみたいなのをまあたくさん上げている YouTuber さんなんですけれども、そんな彼がですね、佐渡汽船というフェリーに銀の盾を寄付しましたという動画を上げまして、でですね、まあこのYouTube のコメント欄で、まあ、指摘をされたのが、それは譲渡にあたって Google の規約違反なのではないかと指摘をされたでですね、まあ、そのルールなんですけれども、まあ、YouTube ヘルプに載っていまして、商品は個人使用を目的とし、チャンネルのチームメンバー以外への販売や譲渡は禁止されています。このポリシーに違反した場合、ペナルティ措置の対象となる可能性がありますとでですね、まあ、そのような指摘があったことから、まあ、寄付ではなく貸与という名目で一時的に貸すということに変更したと。こんなルールあるんやみたいな。でですね、まあ、最近ですね、まあ、ちょっと銀の盾いろいろありまして、他にも、まあ、このネオンという YouTuber さん、待って、銀の盾久々に箱から出したら YouTube の文字剥がれまくってわけわからないんだけど、俺袋から出さないようにしてたのに、ということで銀の盾の文字が剥がれまくって、もう何が何だかわからない状況になるという、まあ、最近の YouTube の銀の盾事情でした。